デビット・ニール・カトラーは RSX-11VMS DEC のバクセロンシステム及びマイクロソフト、Windows NT の開発設計者である。元は DEC のエンジニアであり、後にマイクロソフトに移った。その仕事ぶりはショーストッパーに記述されている。2回離婚している。Windows NT の開発中、気に入らないことがあると壁を殴って、 穴を開けることもしばしばあった。そのため、ビル・ゲイツは、マイクロソフトのオフィスの壁面が穴だらけになるのを恐れて、打ち放しコンクリートの部屋を多く用意した。デビット・ニール・カトラーは、ミシガン州、ランシング市で生まれ、デビット市で育った。大学では、主専攻が、数学、副専攻が物理であった。1965年に、 オリベット大学を卒業したカトラーはデュポンに就職した。最初は材質テストエンジニアの仕事につき、1年間は完全に退屈であった。その次の彼の任務の一つはデジタルマシン上でのコンピューターシミュレーションの開発と実行であった。彼はオペレーティングシステムへの興味を深め、デュポンはその研究を認めていた。OS を実装するには、 コンピュータを仕事としている会社に参加しなくてはならないということで1971年にデュポン社を去った。カトラーのソフトウェアのキャリアはマサチューセッツ州コンコルドのモニュメントスクウェアに彼が設立した DEG のリンクと PDP-8 のソフトを開発するアグリッパ ORD という小さな会社で始まった。20以上の特許を持つカトラーは ワシントン大学のコンピューターサイエンス学科の講師である。カトラーは書籍インサイドウィンドウズ NT の序文で彼のキャリアを的確に要約している。カトラーは技術的なスキルだけでなくブラックユーモアでも有名である。RSX のフォークリストを指してフォーク9と呼んだ。エラーメッセージも裏の意味を持つことが多い。カトラーは また熱心なモータースポーツドライバーでもある。彼は1996年から2002年までトヨタアトランティックチャンピオンシップに出場し、2000年にはミルウォーキーマイルで8位という自己最高記録を残している。最初の OS の開発の仕事は DEG の16ビットのミニコンピュータである PDP-11 用の RSX-11M というリアルタイム OS の開発であった。3 2イトというメモリの中で、マルチタスク処理、階層ファイルシステム、アプリケーションスワップ、リアルタイムスケジューリングが実装されていて、さらに、開発用のツールが動いた。開発開始の1年半後の1973年に、公開された。この OS は、大きな成功を収めた。百七十五年春に DEG は、 PDP-11A の3 2ビット仮想メモリ拡張を設計するため、コードネームスターというハードウェアのプロジェクトを開始した。1975年7月、カトラーは、ディック・ハストベット、ピーター・リップ・マンラとともに、コードネームスターレットというスターファミリーのプロセッサ向けに、全く新しい OS を開発するというソフトウェアプロジェクトのリーダーに任命された。 これらの二つのプロジェクトは当初より不可分なものとして計画されていた。スターレットプロジェクトの三人のテクニカルリーダーたちは後にソフトウェアに5つの革命をもたらした DEC のブルーリボン委員会を構成した。初期の設計案はシンプルなメモリマネージメントとプロセスのスケジューリング手法を特徴としており、このアーキテクチャが採用された。 スターとスターレットの二つのプロジェクトは、バックス十1 1 7 8 0とバックス v m s の開発という形で完了した。彼は DEC で1979年から80年にかけて開発したデスクトップ版 RSTS のプロジェクトで、その量産プロトタイプをスクラップにしたことで広く知られている。RSTS は後から発表された。 IBM PC と比較すると4万のアプリケーションがあり、安心規格の言語があり、DBMS があった。言うまでもなく、堅牢かつ安定性と信頼性のあるマルチユーザー、マルチタスク OS と評判だった。RSTS はまた、RSX、RT11、IBM-1403 のような異なる OS を忠実にエミュレートする。 仮想オペレーティングモードを備えていた。しかしこの損害について、カトラーを責めるのはフェアではない。ケンゴルセンはデスクトップパソコンに需要があることを理解できなかったのだ。d e c は1986年にリスクの開発に着手し、当時 DEG のシアトル工場に勤務していたカトラーはリスクマシン開発プロジェクトであるプリズムの指揮者に選出された。 オペレーティングシステムは次世代の設計コンセプトの実現であり、ユニックスと VMS の互換レイヤーを持つ予定であった。リスクマシンはエミッタ結合論理テクノロジーを基礎としており、当時 DEC が着手していた3つのイクルプロジェクトのうちの1つであった。プロジェクト間で競争原理を働かせるために複数のイクルプロジェクトに資金を投入していた関係で、 MIPS のプロセッサとウルトリックスを採用することが最終的に指示され、リクステーションとして製品化された。プリズムは1988年に中止となった。3つのイクルプロジェクトについては、バックス9000だけが商品化された。DEG でのプリズムプロジェクトが中止となったことを受け、カトラーが干されていることが業界内にも伝わった。 当時マイクロソフトのビル・ゲイツは健牢性が高く、マルチユーザーマルチタスクに対応した高機能な OS の必要性を認識していたため、実績のあるカトラーに白羽の矢を立て、多額のストックオプションを提示し、DEC から引き抜くことに成功した。カトラーと彼のチームは DEC を去り、1988年10月にマイクロソフトへ入社し、新 OS の開発リーダーとなった。 その後、彼は DEG の64ビットのアルファマシンに Windows NT と Windows 2000を移植した。アルファ版 Windows 2000が Beta 2を最後に終了すると、カトラーは AMD の AMD64 に Windows を移植するべく尽力した。彼は Windows XP Professional X64 Edition、Windows Server 2003 X64 Editions windows vista に関与した。2006年8月にマイクロソフトのオンラインサービスである windows live の部門に移動した。この時点でのカトラーの肩書きはシニアテクニカルフェローである。2008プロフェッショナルデベロッパーコンファレンスのキーノートにカトラーは windows azure のリード開発者の一人として担当していることが記されている。ありがとうございます。